親愛なるギルベルト少佐、また今日も少佐のことを思い出してしまいました。あなたは私をそばに置き、何もできない私に生きる術を教えてくださり、そして私に初めて心から愛してる、愛してる、その言葉を与えてくださった。その人死んじゃったの？私はどこかで生きていらっしゃると信じております。なくしたものは大きいな。お前も俺も結局のところ、あいつは俺の弟だからな。確認したわけじゃない。もしかしたら違うかもしれない。ギルベルト少佐のことが何か分かったのですか？バイオネットちゃんが生きていることは知ってたのか？だったらなぜ会いに来てやらなかったんだ？少佐、少佐にお目にかかれるまでここで待ちます。死んだんだ。ギルベルト・ブーゲンビリアは死んだんだ。帰ってくれ。私は少佐に会いたいです。優しさで編み続け、あの子はずっとお前を待って、私があの子を不幸にしたんだ。帰るところがあるのなら帰った方がいい。もっと急いでよ。分かってるって。少佐が愛してると言ってくださったことが、私の生きていく道しるべになりました。あなたの声が道しるべ。これが少佐に宛てて書く最後の手紙です。